目立ちやすく邪魔になりにくい鉢巻き型スタッフ章の作り方です。縦横が7センチくらいのドーム型のマークを用意します。切り取ったマークをラミネートします。スティックのりを少しつけて挟むとラミネートするときにずれません。スタッフ章の間はもう一つ入るだけ開けてください。ラミネートするときにクリーニングシートやツルツルしたチラシなどを重ねてラミネーターに入れるとよれたり詰まったりしにくいです。ラミネートしたら大まかに切り分け、まっすぐな線の部分で折り曲げます。折り目をしっかりつけたいときはアイロンをかけてください。周りをドーム型に切り取り、リボンなどを通しやすいように裏側になる部分だけ山型に切り取ります。一番上のところを瞬間接着剤や水濡れに強い両面テープなどで留めます。そこに120センチくらいの長さのリボンや鉢巻きを通します。透明で見えにくいですが、こんな感じになっています。帽子の上から鉢巻きを巻くように結ぶと、野外での活動にぴったりな邪魔になりにくいスタッフ章の出来上がりです。これを必要な数だけ作ります。リボンが抜けたり絡まったりしないよう軽く結んでトレーなどに入れておきましょう。ここではプラスチックの重箱を使っていますが、トレーでもタッパーウェアでも手に入りやすいものを使ってください。蓋をすると見えにくいときは、外からでもわかるように中身をマジックなどで書いておきましょう。正面につけることも、ずらして横につけることもできます。使用後はリボンや鉢巻きを抜き、きれいに拭いて消毒しておけば繰り返し使うことができます。リボンは使い捨てにしてもいいし、鉢巻きなら洗って繰り返し使いましょう。スタッフ章だけでなく、いろいろなイベントのマークとしてご活用ください。